お疲れ様です。今日はですね、2017年5月の21夜の、10時23分です。お疲れ様です。声聞こえる？うん、今日はね、配信したかったから僕ははぐれました。お疲れ様です。いや、疲れました。お疲れ様です。汗びちゃびちゃですね。お疲れ。お疲れ様です。バースデーケーキありがとう、なめ猫さん。ありがとう。バースデーケーキありがとう。嬉しいです。みんなありがとう。いや、仲間外れとかないよ。ミロお疲れ。おー、ロホコさんはどつ。今渋谷です。歩いて帰ろうと思います。トレーニングも兼ねて。ありがとう、マネ。何引退って。どうしたの？ランランお疲れ。今日の練習も録画したんで、後で見ましょう。後でみんな一緒に見ましょう。練習良かった？うん。良かったよ。今日はあんまりカッカしないで、考えながら戦うっていうのがテーマでした、自分の。でも、砂糖糖分取ってたから、頭がぼーっとしなかったっすね。今日気持ちいい。体重は6キロ落ちて、今76キロですね。82キロから76キロに落としました。この服、誕生日プレゼントでいただいたんですよ。うん。ただね、ちょっと失敗したのが、長袖だからめちゃめちゃ暑いっていう。体力の消耗半端じゃなかったっすね。でも気に入ってるんで、これ着て戦います、僕は。練習お疲れ様です。体どうだった？引きで見て。金梅さんの放送見た？みんな。体できてた？そうだね、冷静になってクレバーに戦った方が自分らしく戦えるのかなーなんて思いました。ちょっと自分では手応えなかったんですよ、実は。今日はあんま良くなかったですね。みんな褒めてくれたんだけど、今日は僕的にはすごく悪かったです。まあ、前回よりは良かったと思うんですけど、すごく悪い結果になりました。ボロクソ言われてたね。うん、まあ、ほらね、まあいいな。お疲れ。半袖、いい。俺これ気に入ってるから。俺はこれで戦う。今起きた？タケさんいらっしゃい。これまっすぐでいいのかな？新宿の方に帰りたいんだけど、今タワレコの前ですね。おろす、アリサいらっしゃい。ヨルさん練習になると怖いよ。まあ、そうじゃないとね。そうじゃないとダメだと思うよ。原宿抜ける？原宿どうやって抜けるんだろう。まあ、いや、まっすぐ歩くわ、とにかく。え、今までありがとうとは。いやいやいや、本当に今まで応援してくれてありがとうっていう。うん。今日誕生日なんですよ、僕。家はね、西新宿ですね。歩いて1時間ぐらいです。今、渋谷駅にいるんで、まあ、1時間ぐらいウォーキングして帰ろうと思って。ストレッチも兼ねて、歩くことはいいことなんで、まあ、10キロぐらいの荷物も背負ってるんで、ちょっとウォーキングしながら帰ります。うん。星丸さんいらっしゃい。センター街から左にまっすぐ、全然違う方来ちゃったよ。どうしよう。ワドさんの配信一番いい、ありがとう。もしよかったらフォローして、みんな。誕生日おめでとう。あ、バカありがとう、ともやん。ウォーキングの靴はね、これですね、ナイキの一番安い靴で、
赤と黒は相変わらず。ナイキの4000円ぐらいの靴です。こんな感じです。亀尾さんはどつー。うん。お疲れっす、皆さん。お疲れっす。うん。寝起きだからね、ちょっとピッチが上がんなかったね。これ、あんまり気に入ってないかな。これどこ行けばいいんだろう。ナイキ安いやつは安いのあるよ。高いのはね、2万円とかあるけど。これどっち行けばいいかわかる？右かな？みんな飲み行ったよ。シダックスがあって、左に。で、これ右で合ってんのかな？家に帰るの。4900円とか5000円ぐらいだったと思うよ。生活保護の時に一番最初に買った靴だから。金なくて。風船10個プレゼントありがとう、ロハコさん。最近女抱いてますかね？頻度は下がってますね。ちょっと右の方かな。右で原宿。じゃあ右行きます。キャスミンなんだよ。おー、わかんない。うん。なんでだろうね。でも俺が一番好きな靴はね、オールスターが好きですね。コンバースのオールスター。ビールありがとう。マシマゴロウさん。トビーさん頑張ってた。そんなに、調子悪かったかな。新宿、いや、6万円ですよ、僕のアパートなんで。6万っす。まっすぐ歩いてガーッと過ぎた。左。あ、ありがとう、ラオさん。とりあえず原宿方面行きます。オールスターの真っ赤なやつ買った、俺は。全部赤。ゴムの部分も赤。誕生日おめでとう。銀さんありがとう。頑張ります。荒野のパンチはっていうか、多分ある程度、ほら、やってるじゃん。当たらないよ。あのね、身長がさ、荒野は低いから、蹴りしかないんだよ。でも蹴り強かったよ、荒野。やってたかな、竹さん。テッド、いらっしゃい。こんばんは。スパー見てた。メガネの縁も赤くしたいね。左が原宿、新宿方面。ありがとう、マックスさん。一君はどつ。よいしょ。え？やめないよ。もうちょっとフットワーク使ったりとか、攻撃的になればよかったね。道なりまっすぐ、ありがとう、ラオさん。家に帰るんだよ、渋谷から。トレーニング終わったから。ニコ生はね、もうどれくらいやってない？多分9ヶ月ぐらいやってないかな。彼女のことは秘密にしてます。彼女のことは秘密です。こうやってやったよ、スパーリング。盛り上がってた？和道の保健体育大好き、ありがとう。こうやとのスパーリングどうだった？こうや頑張ってたよね。あいつ、ガッツあるぜ。いや、結構入れたよ、荒野に。あれ、痛かったと思うよ。まあ、さすがにね、軽めに入れたけど、さすがに体格違いすぎるもん。荒野とやったよね、金梅さんの枠でね。荒野何発も蹴り入れてたよね、俺に。
ガッツあったよ。すごい、頑張、多分囲われてたんじゃないの。見てなかった。ツイッターで拡散したけどね、これ。俺のツイッターフォローしてなかったんじゃん。うん。寝てたんだ。そっかそっか。まあ、帰ったら検証枠やるから、録画撮影してるから、相変わらず。うん。もったいないさん、お疲れ様。うん。いや、こうや、勇気あると思うよ。こんだけ身長近くて、ねえ、格闘技経験もないのに、ワードをぶっ飛ばすって言ってた。若いっていうか、俺は汗一緒に流したし、こうやが1対1でやりたいっすって。そう。こうやが、蹴りつけましょうって、拳で蹴りつけましょうって言ってきたから、いいよって。そう。あ、俺もこうやの蹴り何発ももらったし。結構痛いよ、今、足。結構痛い。母さんはどつ。テルチャンピンは俺と同じぐらいかな。俺よりちょい高いぐらいかな。多分ね、72か3。172か3。だと思う。多分ね。俺よりも背は高いと思う。ボクシングやってたんだ、今日。まあね、最後の方は、1分は荒野に打たせようって決めてたの。だから、何秒、残り何秒って聞いたじゃん。1分間は荒野にフルで好きなことさせようと思った。2分間だったから。で、後半は手出そうと思ったの。スポーツはいいね。さすがに金梅さんに本気でやらないでねって言われたけど。チャンピン芝居たれ。男は独特だが、男はね、バカだからね、やっぱ喧嘩すると仲良くなんだよ。シンプルなんだよ。殴り合うと仲良くなんだ。女の子にはわかんないかな。アニちゃんこんばんは。なかなかね、分かりづらい世界だよね。まあ、荒野は、あれでしょ、未来の大手でしょ。ルーキーでしょ、ルーキー。疲れてないですか？疲れてますよ。もちろん。いやいやいや、違う。感謝しようと思って。32歳になれたよって。ありがとうって。殴り合っても分かり合えない？今日少し分かった？ほら、分かるんだよ、そいつが本気かどうかって。殴り合いをすると、要は口だけのやつなのか、本当に、いや俺は一対一でできますよって、お酒いらなくても戦えますよって、いや勇気があるんだなって、リスナーさんも認められるわけじゃん。アンリちゃん、お誕生日おめでとう、ありがとう。うん、ゆっくり帰るよ。雑談しながら。帰ったら今日のスパーリングの反省会やる。こうや、なかなかガッツあったね。俺だったら嫌だけどね。体格こんだけ違うと。そうそう、腹を割ってっていうかさ。なんか蹴り、本気で蹴り込んできたよ、あいつ。痛かったよ。5、6発蹴られたよね、俺。いや、気にしてない、全然。気にしてないや。楽しい、カオさん、ありがとう。青山と荒野やった方が盛り上がるよねって。まあ、そうじゃないの。うん。チャンピンバーサス荒野は多分ね、チャンピンは手加減しないと思うよ。本気でボコボコにすると思うよ。ありがとう、初見さん、みなみさん。俺はまあ、本人が勇気出して、みそぎをやったんだから、俺は許してあげようと思うけど、俺はね、うん。拳でやりたいって言って、リング上がったんだから、2分間戦い切ったんだから。よくない？これでグダグダ言ったらかっこ悪いよ。こっから先あいつがまだまだグダグダ言うんだったら、もう一回リング上がろうぜ。本気で今度やってやるよって。なるけど、俺はもう終わったことは水に流そうよ。終わったもんは終わったんだよ。
ただもう次やったら次もう一回拳でやろうっていうんだったら俺本気で殴るわ。バースデーケーキありがとう。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。ケーキありがとう。荒野すずと、荒野すず通したと思うよ。これまっすぐでいいのかな？これ右じゃなくてまっすぐでいいのかな？右っぽい気がする。右じゃない？ここ。レミー・ボンヤスキー。ファイトスタイルが。レミー・ボンヤスキーって黒人の子だよね。これまっすぐでいいのかな？ケーキありがとうね。まあまあ、本気ならいいじゃん。強さに違いは絶対あるんだから。あ、ごめんなさい。生まれ持ってさ、やっぱ体格とかさ、環境とかでさ、強い弱いはあるけど、それをフルに使って向き合ってきたんだからいいじゃん。うん。迷子にならないと思うよ。まっすぐなのかな、これ。合ってんのか。頭脳で戦うスタイルなのかな。わかんないけど、今日例えば、ヒカルくんが構えをこうやって前にしてきたのわかる？初めてやられたの。で、序盤苦戦したのね。こうやって。左手を前にされて、要は、俺の左が入りづらくて、入れなかったの。だから、右でこうパンって打ち落としてから左を打つっていう。ので、2、3発、突発的にどうしようと思って、すごいやりづらくて1分半ぐらい。後半は、そのパリングって言うんだけど、パンって入って、こう入ってから左を入るっていう。ので、打開したんだけど、最後の方もらってた、何発か。配信やめないよ。マコツークラウドさん、風船ありがとう。アイテムありがとう。あっち。アイテムありがとうね。てんやうまそうだな。まっすぐ歩けば、オッケー。ありがとう。僕は歩いたまっすぐまっすぐっていう絵本が好きだったな。そうそう、婦人部の部長だから。風船10個ありがとう。釣りテロップじゃないけど別に。なんで感謝を述べたら釣りだって言われんのよ。こんばんは、ママさん。ドキュンだね。ヒロ君いらっしゃい。朝方キャスバーに行く？あ、そうなんだ。東京に引っ越してきたの？え、もっと徹底的にやった方がよかった。あんまりやりすぎても良くないと思ってて。問題なのは荒野が本気かどうかだから。なんつうんだろう。俺が勝つとかじゃなくて、本気でボコすとかじゃなくて、問題なのは荒野がチキンかどうかだと思ってて。あ、ここ竹下通りか。この辺確か灰皿あるんだよな。この辺どっか灰皿があったはずなんだよな。ここだっけ。灰皿ないか。アイテムありがとう。東京今日気持ちいいね、風があって。ゆめこさんこんばんは。まあ、俺は荒野が逃げなかったのが良かったかな。荒野は逃げずに戦ったよ。個人としては。別に支援があるわけじゃないから。俺は、荒野のこと憎いとか言ってるわけじゃなくて、生意気が過ぎてるだろうって言ってんの。
まあいいじゃん。もう終わったことだから。俺別に荒野のこと恨んだりとか、怒ったりとかじゃなくて、ムカつくっていう。もしどこかで、今日は多分家帰っちゃいますね、僕。うん。あ、そうそう、あの、リアト2の旅なんだけど、6名、合計、リアト2がありましたので、新しい人、ちょっと更新します。日付は21日で止まってますけれども、現在、69名になってます。オフ会などを含め、6人だから72か。72に更新します。ありがとう、みんな。ステッカーも購入していただいた方、ありがとうございました。はい、72に更新させていただきました。もし、リア突してくれる人大歓迎なんで。練習してよ、ブルマジンさん。モンタワタツー。焼肉行かなかった。今日は、いいじゃん。俺がいたらさ、ホーヤも喋りづらいだろ。中さんお疲れっすー。この前ありがとね、来てくれて。お疲れっすー。ね、今日俺の誕生日なんだ。だから、ありがとうって。一日配信回してたから。ありがとねーって。うわ、この懐中時計かっこいいな。懐中時計っていいよね。夕飯どころか俺、あれだよ、ケバブから食べてないよ。ミュールと食べたケバブから何も食べてない。飲み物は飲んでるけど。試合頑張るよ、クラウドさん。ありがとう。うん。ありがとう、タケルさん。これからもよろしくね。ああ。重てえな。ちょっと重て。なんか食べようかな。腹減ったな。そうなんだよ。だからね、今日フルマックスっていう感じじゃなかったね、体力的には。寝起きだったし。今日のテーマは冷静に戦うでした。クレバーに。初見さんいらっしゃい、アッキーさん。あ、ディーゼルここだ。ってことはここあれだ、原宿警察署の方だ。今朝の騒ぎで出演者のイメージがガタ落ち。あ、ほんとだ、見えてきた。ゆうちゃんはどつ。せいやはこつ、楽しんでって。まあ俺ら配信者はさ、テレビタレントじゃねえからさ、まあ、ありのままにやってるから好きな人も嫌いな人もいるんだよ。アイドルじゃねえからさ。旅に出るのはね、再開は15日を予定してます。水分補給ね、しっかりします。トレーニング、金梅さんの枠でスパーリングやってきました。金梅さんの枠でやってきましたよ。あ、ジャーディーさん、とんでもない、とんでもない。ありがとう、花火ありがとう。匿名さん、花火ありがとう。録画したよ、今回。家帰ったら、飯食いながら反省会やろうか。ご飯食べながら、その飲み物飲みながら、プロテイン飲みながら、動き再チェックしまーす。お疲れー、ゴルゴ。
コンビニあるよ。セブンイレブンがあった。セブンイレブン。ああ、たくみさんお疲れっす。起こしてくれてありがとう。助かりました。実はね、反省会がね、すごい人数集まるんだよね。うん。YouTube に動画も上げるからね。花火ありがとう、みんな。そう、別角度で撮ってるから、コメントがね、なくて、まっさらに見れるからいいんだよ。反省会は。アイテムありがとう、みんな。伏せ頃反省会。でも、寂しくなるな、もう。試合終わったらもうできなくなるのか。なんか寂しいな。お疲れ様、SRさん。見ててわかる、そうかな。俺、めめしい性格ですよ、結構。乙女だから。バガーありがとう、ゴルゴー。バガープレゼントありがとう。うん。どうだろうね。もし、第2回ね、勝って出れるってなったら、もし第2回出る機会があったら、練習は再開しようかな。でも、ね、格闘技は、多分、これで終わりかもしれないですね。一緒に一回リングに上がって。一緒にね、行かなかった。うん。受枠開きたかったし。金梅さんのね、あんまり配信ごちゃごちゃ回してると良くないから。俺は今日配信回したかった。みんなアイテムありがとう。祝ってくれてありがとう。なんか寂しくなるね。こうやって、みんなで打ち合って、みんなで殴り合ってたのを考えると。みんな本気で強くなろうと頑張ってるもんね。はじめさんいらっしゃい。焼肉行ってるけど自分は飲み食いするだけで、先輩に率先して焼かない、気の利かない荒野にうんざり。まあ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 。まあ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 。まあまあ。40代で僕さ、なんかね、今日ヒカルくんにドレさんが提案してたんだけど、キックボクシングのライセンス取ればいいじゃんって言ってたよ。もうボクシングのライセンスは年齢的に無理なんだけど、キックボクシングは多分ヒカルくん2年3年やったら取れるぞって。30代でもライセンスもらえるから、肩書きにプロキックボクサー入れなよって。うん。挨拶だけありがとう。今日誕生日。複雑ですね。いいことも悪いこともいっぱい起こって。でもたくさんの人に見てもらえて嬉しいです、誕生日に。こんなに多くの人にね、いつもいつも、コメントいただけて幸せ者です、僕は。これからもよろしくお願いします。ぜひね。来年の誕生日にも、このね中で何人見てくれてるかわからないけど、ぜひ見ててください。また来年も気持ちよく迎えましょう。一緒に年取ってこ。一緒に。お疲れ様です。おお、お疲れ様です。おいすいす。何やってんですか。いや、ふわっち今やってて、この前ありがとうございました。はい、今度ぜひコラボしましょう。和道です。どうも。フェイスブックで。今度やりますよ、一緒に。ぜひぜひ。はい。のみさんお知り合いなんですか？じゃあ、今度紹介しますよ。ぜひぜひ。この前。この間、歌舞伎町のランディ王様さん。はいはいはい。ほら、ピアスいっぱい、ほら、つけた人、お笑い芸人の、覚えてる？声かけていただいて。で、今、フェイスブックでやり取りをしてて。ぜひぜひ。ランディさんもじゃあ今度呼ぶんで。ぜひぜひ。お願いします、今後とも。西新宿なんですよ、家。西新宿です。5丁目です。今歩いて帰ってて。前ですか？はい。また飲みましょう。ぜひぜひ。全員、社員に会ったんですか、この間。
あ、1000人？ですね、僕、1万人に会う旅っていうのをやってるんですけど、今、そう、格闘技のイベントがあって、配信者同士で殴り合うっていうのをやってるんですよ。マジですか？で、金梅さんとか。ああ、はい。お会いしました。はい。今、金梅さんとスパーリングやってきたところです。マジですか？はい。その帰りですね。え、それはもう全員、ふわっちなんですか？ふわっちさん。いや、ツイキャスです。あ、ツイキャス。あ、はい。じゃあ、2つやってるんですか？ツイキャスさん。僕はふわっちだけなんですけど、ふわっちの、選手と、ツイキャスの選手がごちゃ混ぜで大会をやるんですよ。あ、そうなんですか？はい。ぜひぜひ。あ、見てます、フェイスブックで。すごい、やってるなと思って。はい。はい。今日練習帰りです。あ、よかったっす、ね。これ、なんていうの、ステージアライブ。あ、はじめまして、和藤と申します。今度ぜひコラボさせてください。よろしくお願いします。こんにちは。偶然ですね。はい。またぜひ、よろしくお願いします。サプライズ。あのね、配信者、ステージアライブっていうところで活動してるネットタレントの方なんだけど、芸能人とかすごい、人脈のある方で、この前紹介していただいたのよ。で、松本人志の働くおっさん劇場の野見さんの大ファンなのね、俺。映画サヤ侍とかに、の主役だった野見さんって言うんだけど、その野見さんもお友達で、今度、紹介してくださいってお願いしたの、俺から。放送でコラボ、一緒にやりましょうっていう。そう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 。偶然だったね。そう、Facebook と LINE でやり取りしてるんだけど。ワンダフルさん、どうもどうも。よろしくお願い、お世話になりました、本当に。よろしくお願いします、今後とも、ワンダフルさん。あ、そうだよ、家帰ったらサメ島さんに電話しないと。サメ島さん起きてんのかな？そう、サメ島さんの地獄の企画をやることになってて。今日ミーティングなんだよ。サメさんと。鮫島さんとミーティング。俺、Facebook の名前で知ってるから、芸名が、わかんないんだよ。だから、本名を伝えていいのかわかんないから、ちょっとそれ連絡取り合ってからにして。トビーさん。あと、コラボするときちゃんと紹介するから。来年はヒルズでワイン飲んでる。俺、ワイン飲めないわ。あ、そうなんだ。ステージアライブやったことないな。野見高明さんどうもよろしくお願いします。野見さんよろしくお願いします。野見さんの大ファンなの。働くおっさん劇場の頃から大好きで。今ステージアライブ覗いてみたらやってるんじゃないかな。芸名と本名。ほら、LINE と Facebook って本名じゃん。大丈夫なのかな？教えても。どうなんだろう。その、ステージアライブ、もしよかったら行ってみてさ、その名前と合ってるかどうか書いて、コメントに。違かったら嫌だから。本名見バレとか嫌だから、俺きっかけで。あ、ジュンさん！はい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 。よろしくお願いします。じゃあ、Facebook から見に来ていただいたのかな？よろしくお願いします。今日はスパーリングで、ヒカルくんにいいパンチもらいました。見えなかったっす、ヒカルくんのパンチ。ボンって。痛かった。フォローありがとう。おー、かっちゃんまたつゆフューチャリングツルタケって何これ ありがとう、かっちゃん。ありがとう。32歳になりました。ありがとう。みんな優しい、本当に。おめでとう、おめでとうって言ってくれる。タバコそろそろ吸いたいな。配信やめないよ、ガンボさん。あっち、ちょっと水かなんか買おうかな。水分補給しよう。32歳の目標は変わらない。いつも言ってる通りです。こういう時水がうまいんだよな。
水飲むか。水でいいか。お願いします。それじゃあもう一枚お願いします。もう公開します。あ、はい、ありがとうございます。すいません、袋いらないです。はい、じゃあ8円この辺で、はい、あの外で喫煙所ってありますか、なんか近くに。喫煙所はちょっと分かりませんね。ああ、タバコ吸うので。はい、50円で。あ、はい、211円。こちらの方です。美味しいですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ないかな。ああ、よろしくお願いします。ぜひ、あの和道コールお願いします。和道コール第2試合目なんで、ワンダフルさん2試合目です。僕はああ、こうやってね、人混みの中でね、こうやってね、見えるよね。全然、リア凸大歓迎だよ。ちょっと水飲みます。子供、どうだろうな、育ててないからね。自分の子供だって胸張って言う資格は俺にはないと思ってるけど。俺の DNA を半分継いだ男の子はいるんじゃないかな。わかんないけど。でも俺会ったこと一回しかないし、親父だっていう実家子もないし、自分の子供だなんて大それたこと言えないよ。ターくん、ターキー。俺にはその資格がない。俺32になった、今日から。認知しなかったもん、何もない、何にもない。はい、いらっしゃい。初見さん、ありがとう。エリちゃんありがとう、初見さん。36くらいかと思ったよ、ウサギ番長。結構老け顔なんだよね。まあ、育てた人が親だと思ってる。Kさん、はじめまして。いらっしゃい。楽しんでってください。
たらないか。貫禄ね。いや、俺小学6年生の頃になんか親戚のおじさんの友達が来て車のキー投げられた。おいあんちゃん車入れといてって投げられたことあるよ。ランドセル背負ってるのに、いや僕小学生なんですけどつって、え、免許持ってないのって言われたよ。いやいやいや、そうじゃなくて12歳ですって、うん、育てる自信なかったっていうか、俺はもう見下り犯じゃないけど奥さんにもう二度と関わりたくないって言われた。うん、そうで、子供を連れ去ろうとしたんだけど、誘拐罪になりそうになって子供だけは俺が育てるって言って、そしたら誘拐だーってなって、揉めに揉めて、向こうの家で。そっからもう会ってない。東京タバコ吸えないよね、ヒデさんね。よろしくお願いします、ユウさん。もしよかったらフォローしてください。何したらそんなことなんの？生活力なかったんだよね、俺に。引退しないけど。そうそう、芸人さんね。やっぱオーラがあるよね、プロの芸人さん。フォローありがとう。ポケット入った持ってたんだけど、旅の時にね、満喫でなくしちゃったんだよ。あ、携帯入ったら常に持ってるんだけど、その旅の時に満喫でなくしちゃって、なんだっけ、100円で売ってるクッションタイプってあれすぐなくなるじゃん。俺が好きなフックで引っ掛けるタイプ2つぐらい持ってんの。だけど、その2つともね、旅の配信でなくしちゃってね。でもね、東京はダメなの。携帯灰皿持ってても、まあ言われないと思うけど、全部外禁煙だから。喫煙所以外は。だから喫煙所探さないとどっちにしろ吸えない。あそこ吸えるかな。コンビニの前とかね、灰皿設置してあればいいんだけど、なかなかないんですよ。渋谷区とか意識高いから、ないな。配信やめないよ。携帯配ったら、もしよかったら誰か送ってきてください。僕の住所に。プレゼントしてください。フックのタイプ、引っ掛けるタイプの大きめのやつがいいです。お、もうすぐだな。もう新宿着いた。カメラを向けて外にすれば見えないじゃん。リスナーさんはバカじゃないよ。それぐらいだったら堂々と歩きタバコした方が楽でしょ。隠れて吸っても意味ない。それだったら堂々と吸うわ。くずっぷりを見せつけないと。携帯外したら買おう、今度。今度ショッピング行こう。新宿の喫煙所軽いボヤみたいだった。ああ、まあ、人数がすごいからね。腹減ったな。俺ね、今後ね、女性関係のことあんまり放送で言いたくないんだよ。ごめんね。揉めるから。今日はね、金梅さんと、ドレさんと、ヒカルくんと、コウヤと、スパーリングやってたよ。でも、なんか、まったり家でさ、解説枠やりたいから。あと1時間で誕生日が終わるな。早いね、一日は。でも今日はいい一日だった。いろいろ動いて。鮫島さんにも会えたし。あんまりだから、女の人のことは、なんか、見守ってて、そーっと。なんか、嫌だから、女のことで揉めるほどくだらないものないと思ってるから。これさ、こっち側い、うん？これまっすぐ行くと NTT の塔だよね。
これってさ、このミニストップの方行く方が家近いんじゃなかったっけ？近かったっけ？これミニストップの方行った方が確か近かったはずなの。家、え？合ってるはずなんだよな。ミニストップの方が新宿5丁目に近いはずなんだよ。ちょっと右に行きますね。多分合ってるはず。このね、高速の下を、高速を左側に行って、このミニストップの方に行くはずなんだけど、合ってるよね。そうすると、中央公園の方に行くはずなんだよ。千駄ヶ谷、こっち行くと？こっち、まっすぐ行くと中央公園ない？違う？俺間違ってる？このミニストップ。ミニストップを、この、こっち？この高速の下左手に。服はね、買ってもらってんの。間違ってんだ。じゃあやめます。ごめん、教えてくれてありがとう。違うか。暗いからっていうか、俺が方向音痴なんだよね、ちょっとね。こっちのタワーの方に向かえばいいのかな。NTT の塔のタワーの方に向かえばいい？こっちの道。今どこなんだろう。明治通りだね。明治通り。明治通りを今歩いてる。で、タワーがまっすぐ見えるね。NTT の。いいよいいよ、歩くよ。原宿から高島屋が見える。要はあれだよね、南口の方に出るんだよね。なんで こんなルートになったんだろう。俺中央公園の方歩いてくると思ってた。まあ、いっか。多分ね、リスナーさんが新宿駅に直通する方を教えてくれたんだ。西新宿の方に行こうとしたんだけど、多分ね、そうだ。うん。多分そうだね。南口方、まあ、いいや、歩くわ。もうこっから軌道修正は無理ね。山手線配信、山手線一周配信思い出すわ。渋谷、代々木、新宿だね。こんばんは、空城さん。こんばんは。え？何かあった？マイメロさんいらっしゃい、初見さん。何かあった？今ね、金梅さんとスパーリングが終わったとこだよ。光くんと、荒野と、ドレさんと、達彦と。今日は少人数だったね。来週は便所太郎さんも来るみたいだ。
ね、俺誕生日なんだよ。で、一日ずーっと配信やってたから、最後の枠だから感謝を述べようと思って。いいね、シャワー。俺も浴びたいよ。汗びとびとで汗臭い。いい運動だ。多分ね、5キロぐらいあるのかな？渋谷から新宿で5キロぐらい。結構汗かいた。特にほら、暑いけど長袖のウェア買ってもらったから、結構蒸すね。リングの上。汗ダクダク。そうだね。筋肉の量が上がったのと、昔で言うとこの8キロぐらい落ちてるイメージ。運動しないで脂肪だけ落とす8キロ。で、なんで6キロしか落ちてないのに8キロ分ぐらい痩せてるような体感があるかっていうと、筋肉の量が大きくなって、で、脂肪をごっそり取ってるからなんだよ。だから顔がシュッとしたはずなの、体とかが。うん。顔がシュッと。だから腹とかも出っ張りがどんどんなくなってきてるね。もうちょっと仕上げたいと思ってる。昨日はサウナ3回入ってよ、気持ちよかったな。サウナで汗ゆっくり流して。本番まであと少しだけど、なんかだんだん寂しくなってきたなぁ。ていうか今日なんかリング上がるとき一回目緊張したな。緊張は体硬くなるからやだね。サウナはね、俺ね、7分じゃない、6分、6分か、6分入って水風呂に2分ぐらい使って、6分3セット、それが俺のコース。結構短め。6分入ってサウナ、6分入ってサウナ、6分入ってサウナ。うん。あ、違う、6分じゃない、7分だ。まゆめろさん誕生日ありがとう。7分、7分。7分ね。俺はちょうどいい。短めです。7分が。長く入るとのぼせるんですよ。だからその代わり回数を3回とか4回とか入る。調子いい時だとね、6回ぐらい入るね。7分を6回入る。短めの方がいいよね。最近去年あたりに水風呂覚えましたね。水分補給しないとダメダメダメ。そうそう、負担が結構ね。で、何回も入ってくると、その芯の方が温まってるから、水風呂入っても抜けないの。表面だけはザーッと冷たくなるんだけど、実はポカポカなんだよね。血行とかは。だから、すぐ2回目3回目はね、汗が出るのが早いの。徐々に効いてくるっていうか。うん、ありがとうマイメロ。そうそうそう、サウナ覚えたの最近なんだよ、水風呂。なんか恐る恐る入るんじゃなくて、一気にもう浸かるっていう。そうするとブワーってこう蒸発する感じで気持ちいいの。体をがっちり温めた後、ちょろちょろ入ってゆっくり浸かるんじゃなくて、もう一気に入ってっていう。ザッて入ると、ふわーってなるんだよね。そう。だんだん大人になってきた。サウナを覚えた。お疲れ様でーす。どうもどうも。お疲れっすそう、サウナ好きっていうか、サウナにハマり、最近ハマり始めた。で、低温サウナは嫌い。岩盤浴は好き。え、間違えた？何を？お疲れっす。だからいいんじゃないの？わたつ、ジャパさん。お疲れ様。名前？
あ、ワドウズじゃなかった。たまに挑戦するけど、多分ね、なんだろうな。一回だからその、6分とか7分とか短めで、一回試して水風呂ザッて入って、それ3回くらい繰り返してみると、体の芯が温まったり、疲れが抜ける、次の日がすごい楽になるっていうのを、体感するとハマる感じかな。うん、そう。疲れがすっごい取れるの。血行が異常に良くなるから、芯の方まで。次の日楽なんだよね、朝。うん。だからお酒飲んでてもアルコールも飛ぶし。なんて言えばいいんだろう。だから運動と一緒だよね、あれ。ランニングと。汗が異常に出て苦しいから、スポーツと一緒だと思うよ。サウナは。だからもしかしたらパニパニさん運動嫌いな人かも。昨日寝ないで最後まで見てた。ありがとう。深瀬さん。ありがとう。嬉しいです。俺と荒野のいざこざはなくなったよ。あ、10分以上はそれはだからオーバーにやりすぎてて、もうヘロヘロになってやってるんだよ。そうじゃなくて程よく汗が出てきたなっていうぐらい、1回目は。一回目は程よく汗が出てきて、まだいけるな、早いなっていうぐらいで、水風呂使っちゃうの。で、二回目からが気持ちよくなる。だんだん。だから、やりすぎて、フラフラで、もうこんな意味ねえになって、芯まで温まってないんだと思う、それ。断食はね、スポーツしながらだと危険だな。運動してなかったら全然ヨガとかいいと思うんだけど、断食も。今ね、運動、ハードな運動しながら、あれをしちゃってるから、断食とか炭水化物とか抜いてるからダメだった。今はもう解放してる分は。新宿駅の方来たな。何丁目だ。あ、高島屋だ。来た来た。高島屋着きました。え？荒野と亡くなったのね。荒野とのいざこざはなくなったよ。荒野が言葉で説明できないんで、男一人、一匹、僕一人でリングに上がるんで、誰にも助けいらないんで、一人で一対一でやりませんかって言ってきたの。おおと思って。マジかっつって。で、手加減しなくていいのかって言ったら、はい。僕も本気でやりますって。言葉じゃなくて、リングで蹴りつけましょうって、なんかまた上から言われたから。でもまあいいよ、つって。やろう、つって。そこに誰も助けねえぞ、って言って。そうそう、ゆうさん。そこにね、あ、でもね、閉まっちゃうかもしれない、時間帯的に。でもまあ、喫煙所いっぱいあるから。肩が痛えな。でもまあ、荒野、頑張ってたよ。本気で蹴ってたよ。俺のこと。ネタとかじゃなくて、本気で蹴ってきたよ。勇気あったよね。どうだったみんな、普通に荒野やるじゃんって思わなかった？頑張ってたよね。あんなちっちゃいのにさ。俺だったら怖くてできないよ。こんな体格差あったら。どうなんだろう。荒野嫌い。オッケー。そうか。どっちが強かったのですか？それは見てる人にお任せします。それは、金林さんの荒野と俺のスパーリングを見た人にお任せします。そうだね。何か伝わったら嬉しいかな。荒野にね。言葉じゃなくても伝わるから。本気で向き合ったら。そうだね。なんか伝わったら嬉しいよ、荒野に。
ミウル。そういう関係ないのにそうやって名前出すのは良くないでしょ。それはミウルが悪いよ。今全く関係ない流れでしょ、うん、同じことされても文句言わないでよ。俺が仲良くしてる人とかあんまり悪く言わないで。喫煙所着きました。まあまあ有名だとは思わないけど、悪名だろ俺の名前なんてさ。でもみんな荒野に期待してんだろ。いや、まだファンなんじゃないと思うよ。まだファンではないと思う。野生馬だよ、まだ。こっからだよ、荒野のファンができるかどうかは。いや、別に仲良くっていうわけじゃなくて。ゆきさん、ありがとう。ちょっと窮屈だよね。疲れた。皆さん、もしよかったらフォローしてよろしく。うん、いや、もう本当に今日誕生日枠最後なんで、最後の枠なんで感謝を述べたいと思って。ウェアだね。試合着です。これは大会に出る時のウェアです。リスナーさんからのタンプレです。誕生日だよ今日、姉ちゃん、うん、32歳になりました。あと30分で誕生日終わり。いい年になるといいね、うん、ありがとう。僕の人生最大の勝負の年です、今年は。よろしくお願いします。バカプレゼントありがとう。アイテムありがとう。ブロリーさんいらっしゃい。アイテムありがとう。フカスさんより若いの。俺はマダムキラーだ。年上殺しだから。
弟よ、おめでとう。ありがとうね、イちゃん。弟だ。出来の悪い弟ね。おとみさんどうも、ありがとう。メガネお揃い、これアルークっていう、あの、メガネ市場の下のブランド、安いやつね。面白い誕生日だったよ。面白い誕生日だった。あと30分で終わるけど、いい誕生日だった。なんとか生きてます。30。おー、お姉ちゃんバースデーケーキありがとう。嬉しいな。姉ちゃんありがとう。アイテムありがとう。1年に1回のケーキありがとう。ありがとう。あー、おー、二発目ありがとう、姉ちゃん。すごい。ありがとう。姉ちゃんありがとう。いつもありがとうね、姉ちゃん。そこで買った?あ、じゃあ一緒のメガネだね。うん。そう、丸メガネが好きなんですよ。おー、三発目。すげー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 。来た来た来た。三発目ありがとう、姉ちゃん。やばっ。三発目、ありがとうございます。改めておめでとう。ゆきちゃんありがとう。頑張るね。今年は本当に勝負の年です。すごいね。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。頑張ります。嬉しいです。ありがとう。三連発やばいよね。えみちゃんありがとう。いつもありがとうね、えみちゃん。頑張るね。何食おっかなケーキは年1回しか、あの、限定アイテムで、誕生日の人にしか渡せないアイテムなの。だからちょっと値段設定が高い。一発、3500円もする高額アイテムですよ。花火7個分。違うか。花火 3.5 個分だ。体調無理しないよ。大丈夫よ。ジーパンさ、股の部分縫ってるじゃん。今度縫い終わったところの横から破けて、もうダメだわ。縫っても縫っても破けてくる。食べ物買って帰って家で解説枠やろうか、今日の練習の。そうしようね。そうしよう。初見さんいらっしゃい、ポンちゃん。もしよかったらフォローしてください。どっから来たのかな。こんばんは。金梅さんから来たの?金梅さんとね、あの、スパーリングさせてもらったんで。威勢のいいものか。なんだろうな。カリマーの陸、よくわかったね。そうそう。リスナーさんが教えてくれたの、これ。あの、それがね、ワンタロウっていう旅配信者がいるのよ。で、こういうバッグ持ってるんだけど、これ2万7千円するのよ。で、リスナーさんにこれあったら一生ものだから買いなって旅配信するならって言われたんだけど、それでワンタロウっていう子も旅配信者なの。で、俺ワンタロウに言ったの。おい、お前どこのブランド使ってんだよ。バカだよ、お前。高いの使わないと、これ、お前。俺のはここでベルトで止めて、お前、ここでもベルトで止めるから安定するんだよって言って、ワンタロウいいやつだから、そうっすねって僕もいいやつ買います。はい、和藤さんのバッグかっこいいっすねってずっと言ってて、30分ぐらい俺うんちくだれたのよ、このバッグ。買って嬉しかったから。お前も早く配信で成功して、2万7000円のバッグ買えるように頑張るよ、みたいなこと言ってて、ところでお前のバッグなんていうメーカーで、いくらのやつなのって言ったら、あ、僕のやつ5万円です。
はっつーと思って。俺30分、ワンタロウっていう若手配信者に、30分うんちくたれて、俺の倍の値段のリュックつけて、俺はっつーと思って。あの時はマジでね、もう配信ついてなかったからよかったけど、俺プライベートで何やってんだろうと思って、クソダセー先輩だよ、本当に。うん。これ、カリマーが僕、会ってましたね。いろんなのつけて。そう。後輩の方がいいもん作ってたよ。うん。洗いのテント。あ、俺、その、あんまりメーカーがわかんなくて。いや、ワンタロウ可愛がられてるよ、あいつ。うん。超恥ずいよね。もう、ダサい先輩の典型例だったもん。そう、プライベートで配信回ってない時に。気まずい空気流れたよ。お、おうっつったもん。これが、お、おうっつかって。5万円、って、いいの使ってるな、つって。やるじゃん、みたいな。なんかすいません、みたいな。あ、俺は心折れたよ、あの瞬間に。負けたと思って。俺でもこのバッグ気に入ってんだ。40リッターのやつだよ。あのね、ポケットがいっぱいあるんだよ。例えば、紹介しようか。カリマーっていう山、登山用のバッグなんだけど、その、まず、ベルト、ポケットがここについてんの。ここね。で、こっち側にもポケットがついてる。で、ここにもポケット、ここにはドリンクホルダー。ここにもポケットね。で、ここにもポケット、ここにもポケット。これがメインの内蔵部で、ここにもポケット。ポケットがすごい多い。だから、小銭とかはここに入れておいたりとか、ペットボトルこうやってすぐ取って、呼吸したり。やっぱすごい、なんつうの、機能性が半端ない。で、いろんなフックを引っ掛けられる。こういうフックあるじゃん。登山用の。だから携帯灰皿とかもフックで付けてたんだけど、なくしちゃったんだよね。取れちゃった。カリマーが一番しっくりきたんだよね。あと、俺の場合ほら、充電器とかパソコンをどこに入れるのかとか計算して、で、カリマーが一番良かったの。そうなんだよ、撫で方だからこれが一番良かったの。胸で、こう、チェストでギュッてしまって。そう。すごい、そうそうそう。超絶撫で方だからさ。旅には向かない。タイトすぎて下の荷物出す。あ、それは、そうだね。だからね、結構ね、その配線をどこに入れとくかとか、旅配信の時には計算してる。うん。首裏の部分がちぎれる。首裏？ここ？ここ？ロコスがいいんだ。40リッター。私も悩み方だったらリュック困る。リュック好きなんだ。ああ、そうなんだ。フォローありがとう、ポンちゃん。引退しないよ、土団子さん。違う違う、今日誕生日で、一日放送分回して、で、今までありがとうってみんなって。うん、60リッター。0ポイント60リッターに変えた。へぇー。カリマはダメだったんだ、合わなかったんだ。ありがとう、竹さん。ありがとう。俺はね、40リッターちょうど良かった、本当に。ちょうどいい。ただ、荷物が多くなると負担がかかるっていう登山家の言ってること、分かった。何キロくらい背負っているの？何キロくらい？あ、何キロくらい背負っているのか。旅配信の時は、バッテリーが 5キロあるんですよ、僕。バッテリーが5キロのやつ背負ってるんで、12キロくらいかな、旅配信の時は。今はね、グローブとか、ヘッドガードとかの軽い荷物だから大丈夫だけど、だいたい12キロぐらいの荷物背負って旅してます。めっちゃ歩いてるよ。もう、75分歩きっぱだよ。タバコ休憩1回。配信がしたくてさ、今日は。本当はね、金梅さんと飲んでみたかったけど。あ、本当に？あ、早めにね、出会えばよかったね、カスさんとね。俺はね、40リッターの方選んじゃったの。うん。確かにね、大は小を兼ねるでね、バッグはでかい方がいいよね。わかる。でもちょうどいいかな、これが。
本当にちょうどいいぐらい。俺は気に入ってるこのカリマ。もう全然全然、俺がアスペだからね、文字一文字違うだけで分かんなかったりするんだけど、結構今のは分かった。60リッターか。でも小ぶりで可愛いよ、すごくこれ。結構なんかカリマすごい気に入ってる。そうそう、足鍛えられるし、トレーニングになんのよ、地味に。体幹が良くなるから、歩くの。重り背負って歩くっていいことだ。今、5、6キロ背負って歩いてるから。おー、ともちゃん、ありがとう。花火ありがとう、ともちゃん。なんか、ともちゃん最近すれ違ってるね。あ、ロムってるって言ってたっけ。うん、ありがとう、ともちゃん。ありがとう。花火ありがとう。頑張ります。アジアが20リッター、アメリカ大陸が80リッター基本。ああ、そんなにかかるんだ。すげえな。6月10日、和藤さん試合必ず、おお、本当にいる、歌さん。ありがとう。第2試合です。第2試合。うん。そう、鮫島さんの企画ですか。違う、今ね、歩いて帰ってるの。家に着いたら鮫島さんに電話するっていう約束。今、ただ普通に散歩配信ですよ。軽いものが下、重いものは上に入れるとテンションかかって、マジで？え、でもさ、5キロのバッテリーをここに入れたらまずくないですか？さすがに取れちゃいそうな気がするの。一番下に重たいものを入れてる。バッテリーを。なるほど。重たいもの上なんだ。テンションかかって。あー、なんか全然発想が違うんだな。確かに引っ張られる感覚はあるんだよな。下が重いから。腰をこう曲げて背負わないといけない感じがする。昔から結構前から知ってるの、ルータさん。もしよかったら YouTube もチャンネル登録してください。もうすぐ1000人目指して頑張って、少しずつ増えてるんで。今日のスパーリングの動画も、ノー編集のやつを YouTube に上げるんで、YouTube チャンネル登録お願いします。お願いします。インファイトは入れたら天性に青山に勝てる可能性が上がりそう。あのね、インファイトは肘があるからやめろって、ドレさんに教わってるし、俺も同意見なんだよね。素人同士の肘は入ったら、まあ、プロでも何でも肘は、マジでやばいっていう感じだから、今日の配信切った後の課題も言われた。インファイトはやめろっていう。もしやったら、もう肘入れろっていう、その代わり。だからね、五分五分になる。要は、掛け事になっちゃうから、どっちの肘が入るかっていう。だから首相撲の距離、接近戦は危ないよって教わった。青山早いんだよ、ほんと。反射神経がいいから、コンパクトなパンチを、要はパワーのパンチじゃなくてコンパクトに何発も打った方がいいだろうね。LINE 追加して個人投稿送るの忘れてたので、あ、ぜひぜひ、LINE の名前がみんな違うので、ふわちから来たルータだよって書いてもらえないとわかんないっす。だから、LINE 登録を許可する基準は、ふわっちから来た〇〇ですって、小手勘教えてくれないと僕は許可してないです。僕、生活保護者じゃないですけど、ハゲダンさん、ハゲンさん、花ゲンさん、僕、生活保護者じゃないです。で、娯楽じゃないです。仕事です。二つとも間違ってます。思い込みでコメントを書かないでください。うん。あとで個人名っていうか、その小手判名、LINE ください。そうだね、2週間で6キロ落ちたかな。うん、6キロだけど、筋肉量がすごい上がってるから、思ったよりも顔シャープになった腹と。嘘、青山さんのことこうやって言って勘違いしてる。嘘。おやすみ、ミュール。ありがとうね。ありがとう。おやすみ。これミュール、
あの試合できるから楽しみにしてて、あんまりまあ まさか自分がスポーツウェア着るようになるとは思わなかったよ。これスパッツっていうのかな、こういうのピタッとしたこの素材。腹どうだろうね、多分へこんでると思うよ。なんかミュールもオフ会で触ってたけど、腹触らせろっつって、プニプニチェックが私の課題だっつったけど、あ、ないって言ってたよミュールも。あ、本当にやってるんだねって。画面だとごまかせたりするからね。ちょうどスーパーの廃棄の弁当が出てるぐらいかな。行ってみようかな、スーパー。プニプニしてなかったよね。まあでもそんな腹筋割れてますとかいう体じゃないけど、まあ運動してちょっとプニプニしてるかなぐらい。ムチッとしてる体だよね。レスラーみたいな。ボクサーとかではない。スーパー24だから開いてるよ。大丈夫。ボディ隙あらば入れたいね。ボディに隙あらば膝とかバチコーンって入れたいね。一発悶絶だからな。ボディいいの一発入ったら多分後半あの動けなくなるからね、立つとしても。ボディのダウンは相当きついもんね。ボディも狙ってこう、ちゃんと。そうだね、教えて。今日も膝蹴り一発入ってうってなってるからね。ボディは地獄だ、なんだっけ、顎は天国って言われてる。脳震盪は天国、ボディは地獄か。いや、今日血便出たんだよね。大丈夫かな。結構ひどい血便出た。なんか内臓やられてんのかな。まあ、鮮血だったから大丈夫だと思うけど、明らかに内臓から来る血便だった。ああ、ふわぽよって言うよね。みんな、だから、なんか、その、初めの一歩に、最近のやつに書いてあったんだけど、なぜか知んないけど、ダウンで負けた後は、その、ダウンで負ける確率がすっごい上がるんだって。ボクサーの定説らしいんだけど、だからダウンで負けると癖になるらしいよ。気持ちいいんだろうね。サメ島さんなしで、サメ島さんの発端なのに、それってサメ島さんの裏切りだと思ってて、せっかく和道って可愛がってやるよって、一緒にやろうぜって声かけてくれたのに、それをもしサメ島さんに筋通さないでピンでやったら、俺だったらもう絡みたくないかな。なんだあいつってなる。
だからそういう失礼なことはしたくない。鮫島さんがやっぱやめよっつったらいいけど、なんか後輩なのにそういう身勝手なことするのは俺やだな、ミノルさん。俺がやられたらやだ。鮫島さんがせっかく声かけてくれたのにさ。すんずく。私は痛くなんないよ。むしろ今日達彦さんに蹴られた部分と右のここが痛いの、誰に蹴られたんだろう。これがちょっと右はわかんないんだけど、左のすねがちょっと痛いかな。1回目の時に結構いいローが入ってカットの仕方間違えちゃってバチホーンいったね。痛くないようにごまかしてたけどめちゃめちゃ痛かった。聞いた顔するとさ、そこばっか狙ってくるから嫌なんだよ。聞かないふりしてるのが一番いい。その後で和道さんが企画立てて若い子呼んでやれば。俺若い子呼んで結構企画やってるよ。うん、頻繁にやってるよ。うん、これからもやるし、コラボ結構詰まってるよ。歩くのもいいけど、スケボー移動もパンパンになる。バランストレーニング。スケボー俺できる人超尊敬する。超かっこいいよね。スケボー。運動神経高くないとできないよね。あ、タバコ吸おう。タバコまたディスられず、いいんじゃん別に。鮫島さんの今朝の企画、コロコロ変わる。なんかそこはトークの、なんか企画変わるけど、企画コロコロ変わるなっていう芸風なんていうの、その思いつきがコロコロ変わるっていう鮫島さんのキャラだから、あの、真面目に考えてると思うよ。そこはあんま真に受けないでさ、そういうトークでまた変わったよって笑わせようとしてきたんじゃないかな。どうなんだろう。まあでも、サメさんとの企画とか面白いから、ねえ、半年に一回とか年一回絡みたいよ。去年はクリスマスパーティーご招待していただいて嬉しかったし。急に相撲を取らされた時、あ、でもね、あれはね、ちゃんともうオチがぐだるっていうの分かって、カメラをこうパッて振ったでしょ。要はもうあれはね、結構先輩の芸風だなって思って、
ちゃんとオチを、鮫島さんの方がオチを用意してるっていう。あれずーっと垂れ流されたらきつかったもん。バランス悪いな。渋谷から90分だね。90分、結構いい運動だね。うん、うん、なんで 俺にそんなこだわるの？鮫島さんのこと嫌いなの？ハリセンミノルさんは。だってハリセンミノルさんって俺のヘビーリスナーじゃないじゃん、うん、誕生日あと5分だね。いい誕生日だったよ。ロアコさんだったら6時間かかると思う。っていうか多分無理だと思う、うん、嫌いじゃないよ、うん、あ、見てきた、ゆかちゃま、ありがとう、うん、いや、ダメじゃないですか。ありがとう、ゆかちゃま。じゃあぜひ、初見さん、あ、ありがとう、正気さん。じゃあ、帰ったら、今日のスパーリングの別角度で撮った、金梅さんと、ヒカルくんと、コウヤと、ドレさんと、動画見ながら飯食うんで、解説枠、反省会やりましょう。ぜひ見てくれる人はフォローしてください。よろしくお願いします。YouTube も、動画、ノー編集のやつあげるんで、もしよかったら YouTube の方もチャンネル登録してください。で、Facebook は友達申請5000人まで受け付けてます。ツイッターは、サバーカの方でフォローバックさせていただきます。お願いします。LINE で、もし、コンタクトくれる人は、小手版を書いてください、メッセージで。うん。まあ、いいよ、全然、録画は残すから。うん。高画質で撮ってあるから多分見応えあると思うよ、うん、あ、全然全然。てかね、ランランちゃんはサムネが一緒だったから俺手動で実はやってた。ランランちゃんはすぐ気づいたから。生主こだわってないけど、和道さん少しだけリスペクトします。マジで？ありがとう。嬉しいよ。嬉しい。ありがとう。これはだけど、なんか先輩に可愛がられるのってあんまりない経験だったから、これは鮫島さんに可愛がってもらうのはすごく嬉しいよ。前にも言ったんだけど、やっぱ鮫島さんに名前覚えてもらえたって、ね、名前普通に呼んでもらえるようになったじゃん。和道、和道ってみんなに。時間かかったから。未だに嫌われてるけど。やっと名前覚えてもらえたんだよね。俺からすると。あんまり先輩を無限にしたくない。あ、切れないよ。あの時はね、違うの。減量で糖分が切れててイライラがすごかったの。しかも不甲斐ないしでしたでしょ。パフォーマンスも悪くて。それが原因だね。今日は正直ね、あんまり良くなかった。自分で。いいって言われたけど、良くはなかった。自分で。だから淡々とやるよ、飯食いながら。
ニコ生で、そうそうそう、ニコ生なんか、ワドって誰だよって、知らねえよって言われてたもん。だから、ふわっと来てからなんだよ。何がきっかけだったっけ？あ、じゃあ、ロハゴ事件があるじゃん。ロハゴ事件があるじゃん、ニコ生の時。かわいこうぜっつって喧嘩したじゃん。サメ島さんと、カズマさんと。ほんとほんと、あるよ、ニコ生の時。ゴサブ事件の時、俺いたじゃん。嘘じゃないよ。ゴサブ事件で検索してみ。うん。便所さんが見らしてた時、笑いながらワードをうるせえうるせえって言ってた。違うよ。YouTube の俺、声が入ってない方をやればいいのに、俺の解説枠の方をミラーしてたからだよ。解説枠に解説枠被せようとしたから、うるせえってなったんだよ。動画アップロードするよ。有名ではなかったよ。だって俺5000人コンビだよ。6回かな、5000人コンビ作ったの。万人コンビ作れなかったからね。マックス5600とかだったと思う。大したことないよ。ふわっちで今2300人の方が多分上だと思うよ。ニコ生で言うとこの6500人ぐらいに値すると思う。ふわっちはまだ母体が少ないから。便所さんが気使って面白おかしくしてくれたのか。なるほど。うるせえよこいつって。まだよっつって。まあ喋りづらいわな。じゃあ、時間ちょうど12時になりました。僕、今からそこのスーパーに行って買い物をして家に帰るので、30分後に集合しましょう。ありがとうございました。おお、すげえ、累計5000人？え？嘘だろ？ 90 分で5000人集まるようになってんの、俺。すごっ！マジか、ありがとう。みんなアイテムありがとうね。アイテムありがとうね。お疲れ様。ありがとうございます。いい誕生日でした。ありがとう。じゃあまた30分後に会いましょう。すげえな。90分で5000人びっくりだわ。お疲れー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。